皆さんこんばんは。いや、エアボンさんありがとうございました。なかなかね、面白い映画でしたね。最後までこうなんて息をつかさずね、見終われるね、なかなかいい映画でした、ね、あっという間に見終わっちゃいましたよ。でね、ただ1点だけね、なんていうのかな、まあ英雄、もちろん彼らは英雄なんですけど、アメリカとしては英雄ですよね。で、まあそのネイビーシールズを見てね、それでまあやっぱそういうネイビーになる人もいるわけだし、でネイビーシールズだからネイビーなんですよね、彼らは海軍なんですよ。で私もほら昔ベースで働いてたっていう話してね、そうちょっとねまたベースネタなんですけどね、私はベースで働いてる時に、まあ一応ほら英語が片言でも喋れたんでね、空母がねドライドックに入って大修理をね何年に1回かやるんですよ。その時私はね、そのハッチの場所を探すね、その船っていうのはこう隔壁で仕切られてますから、まあ、タンクっていうんですけど、そのタンクには必ずねこうハッチがみんなあるんですよ。だけどそのハッチの場所はね非常に分かりにくい。そのハッチはね開けて何年かに1回だから、そこはまあ浮力を稼いだりとか、あとはバラストをね要するに保つ場所だったりして、とってもね分かりにくい場所にハッチがあるんですよ。でそれがね、唯一分かるのはね、船の中にダメージコントロールってディスセントラルっていうのがありましたね。そこ行けばね、そのどこにハッチがあるかっていうのはそこ行けば分かる。で、まあ、船って非常に合理的にできて、特に軍艦はね、だから各フロアがあと縦と横で5番の目みたいになってて、ね、それで区別するんですよね。各ドアにはだからドアっていうのは隔壁で、まあ、それもハッチなんですけど、そこに必ずその、書いてありますよね、その場所を示す数字がね。でそれでね、ただその一歩間違えるとね、入っちゃいけないとこってあるんですよ。で私タンクのハッチ探しててね、それで入っちゃいけないとこ行っちゃったんですね。カメラとかも仕掛けてあるんですけど、1分以内にね来ますからね、ショットガン持って。マリーンって海兵隊がでもね、もういきなりですよ、何も言わずにボーンってね、殴られて足をねこう払われて、でもうね、そして上から踏まれて、でホールドアップっていうか、まあ、フリーズって言われるんですけどね、で、まあ、手後ろでされてもう掴まれて、で親指をねこうタイラップって分かります、タイラップってこうストラップがあるでしょ、こうビュッて締めるやつ、あれでこうタイラップで締められて後ろ手に、でも首根っこにショットガン突きつけられて、応援が来るまで、応援が来たらもうそのままもうね、あれですよ、それこそもう本当連れて行かれてね、でモンキーハウスって言うんですけど、その空母には必ず留置場っていうか牢屋があるんですよ、そこに入れられて、でもうあれですよそうなっちゃうともうね大変なんですよ。身分証明するものはあるかとかね、でまあいろいろ始まって、なんであそこ行ったんだとかね、ショットガンだから私首の後ろにつけられたことありますよ。でね、やつらの教科書ってあるんですよ、テキスト。で私も暇な時ちょっと読んだことあるんですけど、読むってね、まあ、あれですね、まあ、ただ見てただけなんですけど、人間の絵がありましてね、こうイラストがあって、でバッテン書いてあるんですよ。でそのバッテンって何かっていうと、急所、わかります、急所だからナイフで刺す時はここを刺せって、で何センチぐらいまで突っ込めとか書いてあるんですよ。できたらこうグリグリやった方がいいとかね。まあね、彼らはね、仕事は戦争ですからね、やっぱ人殺しって言ったら怒られちゃうけど、そうなんですよね。でね、まあだからネイビーシールズ見るとやっぱりね、そのあくまでもそのまるでイスラム教のねテロリストっていうか、まあ要はその彼らが悪みたいにね、まあ、一応描いてますけど、でも彼らのみんなってみればね、その自爆テロっていうのはあれしか方法がないんですよね、アメリカと戦うには。で自爆テロのね、その原型っていうか大元は何だか分かります？あれ神風ですからね、日本の特攻ですよ、それがもう大元のアイデアというか、それが原型なんですよね。だから彼らの特攻って、彼らの特攻が自爆テロなんですよ。だから身内をね、やっぱりアメリカに殺されてるわけですよ、子供とかね、もう旦那とかで、残った奥さんが一人で、もうアメリカはね、だから旦那の敵を討つっていう、子供とね、
でまあね、ちょっとここから先はまあね、またね、あの下手なこと言ったら私も CIA に命狙われたらいけないんでね、まあ必ずしもね、あのアメリカがね正義とは限らないってことです。ランボーはね、最初の映画でベトナム行きましたけど、あれでベトナムが悪ってなってますよね。アフガン行ったらアフガニスタンでね、でもあれ全部勝手に行ってるんですよね、アメリカがね。もともとベトナムはフランス領で、最初フランスがね戦ってたんですけど、途中でニッチもサッチも行かなくなったからアメリカがね引き継いだわけですよ。で結局あれはね、あの中国とアメリカの代理戦争でしたけど、まあ、結局あれはねアメリカが負けちゃったんですよね。アメリカって国自体だってもともとインディアンの土地でしたよね。まあ南米だってそうですよね。アフリカだってヨーロッパが植民地って言ったって、結局もともとそこにいた人をみんなね虐殺したり追い出したり騙してね取っちゃったんですよね。奴隷なんていうのもアフリカからね、そんなね網で捕まえたりね銃で撃ってねそんな船に詰め込んでね、それでただ働きですよ、考えてみてくださいよ。まあ、だからね、あの何もかもこうハリウッド映画に洗脳されるのもちょっと困った問題かなとは思います。まあ、もちろん映画は面白い映画でしたよ。だからただまあ一点だけね、このジジイがねやっぱりこの年になってやっと分かったことっていうんでね、今の世の中って本当はどうなって動いてるんだろうっていうのはね、年、私が年になるともう分かるんですけど、まあ、若い人はねまだそのことに気づかないと思うんで、何がいいか悪いかって判断は私にもできないし、私だって分かりませんからね。ただまあそこだけ一つね、皆さんもね機会があれば一度考えてくださいと。ちょっとまあ重たい話になりましたけどね、ちょっとハーマのベースでの経験と絡めてねそういう話でしたそれでは皆さん、チャオ。